バネ指の患者さんにエンピシンと清潔シラフで治療しました。小指のバネ指なんですけど、H3、H4 と、指の先に、シラフをするとなんか良くなったんですけど、ちょっと曲げてみてください。ほとんど今引っかからない状態ですね。スムーズに曲がっております。でこれに余計なエンピシンを貼るとバネ指状態になったんですが、まあもう一回やってみましょうね。まずこれもなんかいけそうなんでこう貼ってみたんですけど、これどんな感じですかね。あ、引っかかります。あ、引っかかる。かなり引っかかります。かなり引っかかる。よいしょ、もう一回こっちから取ってみましょう。はい、どうぞ。ああ、ガックンという感じになりますね。次はこれも良さそうなんでこれもやってみたんですけど、これはどうです。先ほどよりはいい。ああ、そうですか。じゃあもう一つ、今度はこっち、はい、もう三焦形なんですけど、これはどんな感じです。これもまあ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 大丈夫。貼らない方がでも曲がります。貼らない方が今曲がりの感じはどうですか。いいです。ほとんど引っかかりもありません。うん、なんとも不思議な。